はい、ツイキャスをご観覧の皆様どうも、こんにちは、今日はですね、1分前になりましたので配信開始しましたが、今日のトークテーマの方が、感動でございます。感動にまつわる、メッセージ募集しておりますので皆様よろしくお願いします。では間もなく放送開始です。30秒前ですね。ま、なぜこの、テーマにしたかというのも番組内でお伝えしてまいりますので、皆様どうか最後までお付き合いください。お願いいたします。はい、FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。79.7MHz FM ギノワンサテライトスタジオより、サザンブリーズをお送りしております。私木曜日担当の、キャンが、本日お送りしております。ビーチの方も聞こえていると思います。ビーチの皆さん、ここ売店横の、そうですね、FM ギノワンの、上りが建てられている、こうサテライトスタジオより放送しておりますので、興味のある方は皆さんぜひ前の方に来てですね、僕と絡んでください。可愛い女の子お待ちしてます。はい、本日ですね、6時まで1時間ですね、番組をお届けしてまいりますので、皆さんどうか1時間お付き合いください。今日の、そうですよ、トークテーマ、トークテーマの方がですね、今日は感動でございます。はい、シュプリームさん、キャン君こんにちは。熊本マッテンリュージマサヤさん、キャン君こんにちは。皆さんどうも本当にツイキャスの方ありがとうございます。本日ですね、トークテーマ、感動でございます。と言いますのも、先週ですね、僕は大学の、陸上部の同期が、結婚式を挙げまして、その結婚式結構ですね、僕深く携わったというか、いろいろやりすぎちゃって、まずですね、新郎新婦の思い出の、アルバム作成、そうですね、アルバム作成でビデオを作って、で新郎新婦の入退場の曲を準備するのと、また余興もですね、まあ、結局陸上部メンバーでやることになりまして、はい、なおかつ当日カメラをまあ、カメラマンをしてほしいということで写真撮影をしてました。ということで朝からですね、業者と間違われて、すいません CD 持ってきたのでお願いしますって渡されてしまったりとかですね。僕も実招待客なんですけど、はい、席も用意されて、飲み物とかも飲んでるんですけど、ずっとスタッフと勘違いされてました。二次会の方でもですね、ちょっと DJ をやったりとかして、まあ、忙しくも、まあ、楽しい一日ではあったんですが、やはり結婚式、やはり雰囲気っていうのは独特で、何度やってもやはり感動しますよね。やっぱり学生時代一緒に過ごした仲間とかが人生の節目を迎えているのを見ると、どうしてもこう込み上げてくる思いがあって、で、まあ、僕はあまり人前で泣かないタイプなんで、まあ、涙までは出てこないんですが、まあ、それでもやはりちょっと胸の詰まる瞬間っていうのはあります。ということで今日はトークテーマ、感動ということでお届けしていきたいと思いますので、皆様のメッセージどしどしお待ちしております。メッセージメールの方ですね、メールアドレスは 797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、FM ギノワンではですね、他にも電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は、FM ギノワンのホームページの方からリスラジオで再生クリック、スマホから無料でリスラジオを、ダウンロードしてお聞きください。
リスラジの方ではですね、本放送と同じ 音声が聞けますので、僕が流している音楽とかそういったものがですね、ちょっとツイキャスの方には出ないので、まあ音楽も聞きたいなって方はぜひともリスラジの方もご利用ください。でなおかつまたピーチの皆さんもですね、メッセージとかツイキャスの方でも送れますので、ビーチにいますよとか目の前にいますよとかっていうのも、そういうメッセージを送っていただけるとありがたいなと思っております。はい、では、今月の、おすすめ曲をちょっと最初流したいと思いますね。今日の一発目なんですけど、この曲はですね、その結婚式の時に新婦側、僕新郎側の友人なんですけど、新婦側の友人の皆さんがこの余興で使われてた曲なんですが、前からちょっと気になってて、まあ、僕もいい曲だなと思ってた曲で、まあちょっと曲の紹介をですね終わってから少しして、まあ天気交通情報の方に回りたいと思います。ではまず聞いてください。クリーンバンデットの、フューチャリングゼラ・ラーソン、シンフォニーでございます。はい、ツイキャスをお聞きの皆様、今音楽が流れておりますので、こちらの方で会話しながらちょっと進めてまいりたいと思います。この曲すごいいい曲なんですよ。僕YouTube 結構タブレットとかで流しっぱなしにしながら割とですねお風呂に入ったりとかするんですけど、その時にちょっと流れてる曲で、あ、これいい曲だなって思って、あ、シュプリームさん、新婦の元彼とか、それとも、新婦の友達、あ、いえいえ、元彼とかじゃないですよ。ちゃんと友達グループ、学生のグループで、要求されてましたよ。はい。まあ、その中にいるかどうかは僕は、わかりませんけどね。はい。まあ、正直なところ、忙しくて、あんまり深く見れてなかったです。はい。いやちょっと終わったら曲の方の詳しい紹介もしますので、ぜひ YouTube で検索されて、この PV の方もチェックしていただきたいなと思っております。っていうのすごくいい PV なので、これこそ感動するような、感動でっていうかちょっと悲しい気分になるような、まあ、そういった PV なので、まあ、音楽も相まってですね、ちょっとこういう音楽が僕好きなので、はい、紹介しました。次は天気情報。そうですよ、お天気、皆さんもう台風近づいてきてますので気をつけてくださいね。今回の台風ちょっと読めないですからね。なんかスピードがゆっくりな分、ちょっと気象庁の方も発表困ってるみたいで、こういう時って動きが結構変動しやすいんですね。なので沖縄に来るっていう予報も昨日までは結構沖縄寄りだったのが今ちょっと九州寄りに傾いてたりとか、日によってまたちょっと予報変わってくるので、今日明日明後日ぐらいまでちゃんとチェックして、まあ、どの地域に住んで、まあ沖縄から九州にいる方は、まあ、強い台風が来るんだということで、ちょっと注意されてた方がいいと思います。ちょっと曲を聴きましょう。いいね。
はい、お届けした曲はクリーンバンデットの、フューチャリングザラ・ラーソン、シンフォニーでございました。こちらの曲ですね、まずこのザラ・ラーソンさん、この方がフューチャリングでボーカルとして歌ってるんですけど、彼女ですね、10年ほど前に10歳の時に、オーディション、スウェーデンの、オーディションを受けて見事優勝しまして、そこからプロ活動されているという経歴の持ち主です。今ですね若干19歳、まだティーンらしいですね。でもこの PV 見てる限りすごい大人っぽくて、色気のある歌い声もそうなんですけど、声を聞いてる限りは確かにティーン、10代っぽいなっていう印象はありますが、見た目すごく大人っぽくてですね、子供が、そのオーディションの時の映像もちょっとチェックしたんですけど、子供が歌ってるとは思えないようなですね、素敵な歌声でした。はい、またですね、このサラ・ラーソンさんの、経歴もすごいんですけど、こちらですね、まず曲作ってるのが、クリーンバンデット、クリーンバンデットというUK、イギリスの方のですね、ユニットでして、こちらの方が、テクノユニットといっていいんでしょうか。結構、今でいう EDM とかを作られているんですけど、ボーカルを、迎えて曲を出すっていう、タイプの、ユニットなんですよ。で結構弦楽器をバイオリンだったりチェロだったり弾きながら、今のような音楽を作られたり、されるんですけど、このですねクリーンバッテッドさん、実は、去年出した曲がですねかっこよくて、日本のですね東京で撮影した PV がラザービーって曲なんですけど、すごい話題になりまして、PV の方で主演されてる女優さんが、ちゃんと日本人なんですけど、イギリスで活躍されている、女優さんで、お名前がですね、お名前が阿部遥香さん、映画の47ローニンとかでも出ていたってことで、結構イギリスの方では知名度の高い方で、この PV を見る限りこう結構可愛らしい感じで街を歩いていきながら、ちょっと不思議な雰囲気 の PV なんですけど、これがすごい話題になったっていうのもありまして、曲もすごくおしゃれでね、はい、気になる方はちょっとチェックされてもいいと思います。はい、ではちょっとですね、まずはお天気、交通情報の方に、参りたいと思います。ではまずお天気の方からですね、お天気、あれ、まさか、はい、はい、お天気情報いきます。今夜、3日のですね、今夜の方のお天気ですが、北西の風やや強く、晴れ、夜遅く曇り、ところにより、夜遅く雷を伴う、波3メートル、うねりを伴う、降水確率の方は18時から24時 20% となっております。はい、で明日4日ですね、北西の風、やや強く、後、西の風強く、曇り、朝晩雨、ところにより雷を伴う。はい、やはり明日からはちょっと天気崩れる予報になってますね。はい、波の高さも3メートル、後に5メートルのうねりを伴うと、やはりこちらのですね、トロピカルビーチの方も明日からは遊泳禁止になる予定となっているそうです。現在もですね、見てる限り満潮時刻ということで、ちょっと波の高さが出てまいりましたね。沖の方ではちょっとうねっているような、はい、波が見えております。遊泳の皆様、そうですね、あまり無理せずに自分が安全で遊べるところで、遊ばれてください。お子様たちがいる場合にはやはり注意してみてくださいね。こういう時には結構浅瀬の方でも溺れてしまうってこともあるので、皆さん、ご注意していただきたいと思います。で、気温、明日の気温ですがね、朝の最低気温が28度、日中の最高気温が33度となります。やはり、今
夏真っ盛り、暑い、夜も暑くですね、なりますので、皆さん、冷房ちゃんとかけてですね、夜お過ごしになられてください。こういう時に熱中症とか大変ですからね。天気の状況、沖縄本島地方では4日にかけて発達した積乱雲の下で、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沿岸の海域ではうねりを伴い、波が高くなっていますので、海上や海岸付近では4日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。本島地方と先島地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れていますが、大東島地方では、台風5号の影響で曇っています。一方、非常に強い台風5号は日本の南を北西へ進んでいます。3日は大東島地方で、台風の影響により曇りで、ところにより一時雨か、雷雨となるでしょう。夜遅くから北西の風が強まる見込みです。本島地方では初め晴れますが、次第に曇り、風が強まる見込みです。沖縄本島地方では、ちょっと同じところに読んでしまいました。失礼しました。先島諸島では引き続き太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨が降るでしょう。4日は大東島地方の方は、台風の影響により荒れた天候となり、ところにより雷を伴うでしょう。沖縄本島地方は、曇りで時々雨となり、ところにより雷を伴う見込みです。先島諸島は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところにより、にわか雨が降るでしょうということで、明日からですね、やはりどこも、ちょっと天気が崩れてまいります。なので、ぜひですね、台風の動きもちょっと複雑なので、皆さんもちゃんと、この気象情報の方をチェックされてください。昨日から今日にかけてもちょっと変更、ちょっと動きに変わりがあるぐらいなので、明日もまたちょっと大まかには変わらないかもしれませんが、少し矛先が定まってくると思うので、そういったところもチェックしながら、土日の日程なども、立てていただきたいと思っております。じゃあちょっと道路交通情報の方に先に参りましょうね。道路交通情報、まず、沖縄自動車道の方に、交通情報を見てまいりたいと思います。高速の方ですね、特に目立った、規制、あと、そうですね、渋滞などは見当たりません。今、スムースに流れております。皆様、運転は注意されて、今から帰宅される皆様は、イライラせずに、集中して、運転の方をされてください。で、続きまして、一般道の方ですね。宜野湾市内の一般道の混み具合を確認します。大曽根交差点付近、だいぶ混んでますね。前原交差点までの、約半分ぐらい今渋滞マークがついております。で、北谷から伊佐にかけての58号線のところ、ちょっとですね、伊佐交差点ではなく、北谷の方の交差点付近ですかね、混雑があるようです。その他、これは、そうですね、宜野湾市内はまだ混み具合、まだ、渋滞の方には至ってないようですね。今日割と、僕も来るとき、ついてるなって印象ではあったんですが、この後急に混む可能性もありますので、皆様、運転の際は注意されてください。では、ちょっとツイキャスの方に参りましょうか。コメントいくつか来てたようなので、確認します。ブチ選手さん、サングラスおしゃれですね。ありがとうございます。ちょっとですね、非常に今暑くて、普段途中から番組途中から大体かけますけど、今日はもう早速、使わせていただいております。すでにちょっと汗かいてきてます。次、シュプリームさん、キャン君のとっておきの台風の過ごし方は？僕は去年の9月末から沖縄旅行中に台風18号に遭遇して、嵐の中、マキシ嫁とアゲアゲで飲んでました。
そうですね。台風の時って、結構皆さんどう過ごされるかってこと、沖縄市結構あるですよね。なんか飲む方は多いと聞きますよ。シュプリームさん、キャン君のサザン、もはや1ヶ月だいぶトークも慣れてきたねと。ありがとうございます。ちなみに僕のですね、台風の時の過ごし方ですが、幼少期の頃が、我が家はそこまあ、一応我が家がそこまで古いわけではないんですけど、まあ、最近住宅街になってきたという場所で、まあ、周りがですね、サトウキビ畑ばっかりだったんですよ。なので、そこにポツンと立ってるせいで、水圧が足りなくてですね、水道の。家にポンプがあって、水を汲み上げて、それで家中に水を送るっていうシステムだったために、台風で停電すると水も全部ストップしちゃうんですよ。なので我が家にはろうそくとかも必要でしたけど、水がなくても食べれるもの、まあ、料理しなくて食べれるもの、パンとかですね、そういったものとか、あとは、飲み物もペットボトルの水とかをストックしてっていうのが大体日課でしたんで、台風の間っていうのはなんか電気が消えた途端にみんなでろうそくでトランプを始めたりとか、そういった過ごし方をしてました。最近はですね、停電もですね、すぐ収まってしまうので、やはり僕ちょっとデジタルを使うことが多いので、まあ、一番おすすめの過ごし方はですね、ストリーミングサービス動画の、まあ、YouTube とかもいいんですけど、まあ、こういう時にしか見れないっていうアニメを一気見したりとかですね、ドラマを一気見したりとか、で、映画を見たりとかっていう過ごし方をすることが多くなりました。DJ しないんかいっていう。DJ もするんですけどね、まあ、家でこういう時にしか時間ないんで、ちょっとマッシュアップの練習をしたりとか、機材を使って音楽を聞き込んで、こういうふうにちょっとやりたいなっていうような、イメージを作ったりとかっていうこともよくやりますけど、やはり台風の時っていうのは普段とちょっと過ごし方が変わってまいりますので、まあ、いろいろと工夫をしながらやっておりますね。サボさん、めっちゃ眩しそうやな。ほんとそうなんですよ。すっごい眩しいんです、ここ。西日がですね、まあ、沖縄で西日っていうんですけど、夕日のことですね。めちゃめちゃもろに当たるっていう。今ですね、カメラ僕見ると、そのすぐ上ぐらいに、約20度ぐらい上ですね、25度ぐらい上に、太陽があるんですよ。なので、サングラスなしでそちらを見ようとすると、すごい目つきが悪くなると。こんな目つきで番組放送していいのかなっていう状態になるので、ちょっと今日はサングラスをかけさせていただきます。ちょっとパーティーすぎて BGM に僕の声が負けております。そうですよ、皆さん今日の、ブチ選手のイケメンですねと、ありがとうございます。あんまり周りにそういう扱いされないんですけどね。素直に嬉しいです。ありがとうございます。今日のトークテーマですが、皆様、感動でございます。感動にまつわるエピソードを、ぜひ、ツイキャスでもですね、メールの方でもお待ちしておりますので、よければ送ってください。なんかメールおかしいなと思ったら、アカウントが違う。初歩的ミスですね。それではですね、一旦ちょっと僕時間を忘れそうなので、 CM の方に行ってから、またちょっと次トークを開始したいと思います。では皆さん、一度 CM でございます。ツイキャスの方は音声入っておりますので、ちょっと話してまいります。CM 明けまで約1分。皆様、今日は感動にまつわる、エピソードをお待ちしております。僕もですね、ちょっと感動についていろいろお話ししたいと思いますが、自分はこんなので感動するんだよねとか、
あとは、こういう時に感動した、最近感動した曲これなんだよね、この映画感動したよとかですね、何かエピソードともに、コメントしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちなみに先ほどのシンフォニーは皆様どうでしょう？リスラジとかでお聞きになられた方いらっしゃいますでしょうか？結構感動できる曲だと思うので、ぜひ YouTube の方でもチェックお願いいたします。ちょっとね、今日用意してる曲他にも、まあ、感動的な曲とかを用意してると、まあそれもちょっとおいおい話しながら、いきたいと思います。CM 明けはちょっと、メッセージ来ておりますので、メッセージを読んでからちょっと行きましょうね。では間もなく CM 明けですね。はい。では皆様もあと30分ほどよろしくお願いいたします。はい、時刻の方は、午後5時25分を回りました。 FM 宜野湾サテライトスタジオ、トロピカルビーチのサテライトスタジオより、私木曜担当キャンがサザンブリーズをお届けしております。一応皆さん、ここ売店横の、そうです、お上りの立っているスタジオの方から放送してますよ。もしよければこちらの方にもお越しください。やはりさっきから見てると、ちょっとやっぱ波ありますね。結構、このうねり具合がすごい綺麗に見えるので、ちょっと僕、写真を趣味としてる僕としては、撮りに行きたいなって思うんですけど、今ですね、僕がこの格好で、ごつい一眼レフ持って、この辺りをうろうろしたら、ちょっと警備員さんから警察官の方に止められそうな気がするので、今日はやめておきます。はい、そうですよね、怪しいですよね、絶対。あ、ムチ選手さんからツイートしてコメントが、僕の母親は料理が得意ではなく、基本的に作らなかったりするような家庭でした。学校の給食を初めて食べた時は感動しておかわりが止まりませんでした。今では僕が母に作ったりしております。わら、いいですね。でも、何、女性だからといって作れるとは限らないんです。料理苦手な方は苦手ですからね。まあでも、それがきっかけで料理に好きになって、自分自身が作れるようになるっていうのが楽しいですよね。やはり捉え方だと思うんですよ。まあ親だったら作らないといけないってなるとプレッシャーになるので、いや、逆にもういっそのこと諦めて、まあお父さんが作ったりとか、もしくはもう、なんか買ってきたものを食べるにしても、まあ、手料理ってやっぱ大事ですけど、まあ、自分で作ったりとかですね、いろいろ工夫することによって、その先のですね、楽しみっていうのは広がると思いますので、だからポジティブにいきましょう、ポジティブにね。ブチ選手さんはやはりポジティブにいって自分で料理できるようになったんでしょうね。すごいと思います。シュプリミさん、感動か。生涯の感動は娘が生まれた時ですね。出産に立ち会ったわけではないけど、初めて抱いた我が子はずっしり重かったですね。そんな娘も成人です。もう素晴らしいですね、シュプリンさん。もう本当にお父さんになって娘さんが成人する、結婚するって、この抱いた時の重さがずっしり残ってる、やはり感動して泣いてしまうんでしょうね、っていう想像を強いる30歳独身です。はい。じゃあ、メールの方来てましたので、一度メールの方を読んでまいりたいと思います。こちらはですね、ラジオネームユニオンの向かいの新妻さんからです。キャンさん、こんにちは。サザンブリーズ木曜日には初めてメールします。今日のメールテーマ、感動ですが、先日飲み会があって帰りに、あ、デザート食べ損なったなと思いながら帰宅すると、なんと冷蔵庫にケーキが。旦那がお土産に買ってきてくれた。